今日今中野、東京都に今いるんですけど、中野に向かってます。何しに行くかっていうと、中野ブロードウェイっていうショッピングモールなのかに行きます。単なる普通のショッピングモールとは全然違いまして、世の中で言われてるのはサブカルの聖地というか、ポップカルチャーの聖地というか、世の中の一般的にイメージするオタクっぽいものとかが集まってるコアなショップが多いお店って感じですかね。オタクって言っても、好きなエネルギーが強かったりとか詳しさとかでオタクって言うんであれば、別にヒップホップの DJ もオタクですからね。めちゃくちゃ詳しいですからね、ヒップホップの DJ は。ただ単に曲つないでる程度でグルーヴも一つも生み出せないような DJ は DJ じゃないですけど、ガチの DJ はめっちゃ詳しいですからね。いつもありがとう DJ。 なんかまあ一般的に世の中がイメージするオタクっていう、多分ゲームとかアニメとかですかね。あとは男性とか女性のアイドルのファンとかがオタクですかね、多分世の中がザイメージするオタク。まあそれだけじゃないんですけど、要するに普通のショッピングモールとかのお店とはまた違うコアなショップが連なってるお店って感じだと思います。サブカルというか、一回だけ行ったことあるんですよね。で別に俺はそういうコアなその趣味とか特にない。昔はあったんですけど、今はもう なくしてるんで、ずっと一つのことに捧げてる時代を過ごしたことがありまして、自分のあらゆる趣味をわざと捨てるなきゃできなかったっていうか、まあ、そういう時代がありまして、本当はね あれ見たいとか思いながらスルーしたりとかもしてたんですけど、富士屋カメラっていう中古のカメラ屋さんがあるらしくて、それが中野にあると。ジャンクな商品を安く売ってる、行きたいなと思って。他にもそのジャンクのものを売ってるお店とかあるんですけど、まあちょうど中野ブロードウェイも久々に行ったら面白いかもしれない、楽しめるかなっていう気持ちとかもありつつ、この間中盤カメラのマミヤ RB67 っていうカメラを買ったんですけど、レンズに傷がついたら写真に写っちゃうじゃないですか。だけどそのレンズを保護するキャップみたいなのがなくてですね、そのカメラの本体の部分にするキャップみたいなのもなくて、でそのカメラが古いのもあって、あんまりそのキャップがネットにもそんなに出てないんですよね。出てても意外とお値段がするっていうか、送料もかかっちゃうし、わざわざ中野まで行くぐらいだったらそれ買った方が結果的に時間とかお金とかいろいろ考えるとね、その方がいいんじゃないかって思うんですけど、まあなんかネットで全部そもそもつまんないかなとか思ってたんで、ついでに中野ブロメーター行っちゃおうかなって感じです。海とか山とかのツーリングばっかでも飽きちゃうんで、街もまあいいかなっていう気持ちとかあって今日は向かってます。今までフィルムカメラ面白いよって言われても別に興味なかったんですけど、なんか気分がフィーリングがカチッときたのか、今ちょっと面白いなと思い始めまして、やってみたら、撮ってみたら、マニュアルとか絞りとかシャッタースピードとかいろいろあるんですよ。なんかよくわかんないけど、カメラってよくわかんないですけど、光をね取り込んでそれを焼き付けるっていうか、それを記録する装置みたいなんですけど、この光の量をどんぐらい取り込むかっていうのをコントロールする数値がオートじゃないとあるみたいで、それが絞りとかシャッタースピードとかって呼ばれるものらしいんですよ。でそういうのを自分がこういう風に撮りたいっていう意思に合わせて決めると撮り方が変わってくると、オートだとまあパシャって撮れるじゃないですか。スマホとかだったらもう押す前に見えてるまんまそのまま一時停止したみたいに映るけど、絞りとかシャッタースピードとかいろいろ考えて撮るとぼやっとぼかしながら撮ったり、キリッと引き締めて撮ったりとかっていうのをその絞りとシャッタースピードによって変えられるから、今までそのカメラで切り取るっていうみんな言うけど、切り取るっていう感覚あんまり分かんなかったんですけど、切り取るっていうよりは俺の中では、あ、カメラってそういう自分でこういう撮りたいっていう意思が狙いがあったら、でそういう風にやれる技術が多少身につけば、絵が描けない人でもちょっと絵を描いてるような気分を味わわせてくれる装置なんだなと思って、絵じゃないけど絵作りができるっていうのはね、見えたまま撮らなくてもいいんだって、今までその写真撮るっていうことが全然興味なかったんで、見えたまま撮るただのメモでしょって感じだったんですよ。別にぼかそうがキリッとしてどっちでもいいよぐらいの気持ちだったんですけど、なんとなく遊んでみたらやっとなんか絵を描く、絵が描けるんだみたいな、この風景をね、ここだけを密
見つめて他はぼやかした絵を描きたいと思って、俺は描けないけどカメラだったらもしかしたらできるかもしれないっていう、あ、なるほどねみたいな、やっと、お、かっこいい。アートとまでは俺はそんなレベルじゃないですけど、遊びなんだなと思って、記録、まあ根本的には記録だし写真は写真なんだけど、やる人によってアートにもなるし絵にもなるし遊びにもなるし、なるほどなと思って切り取るってよりは絵が描けるんだなってことを気づいたっていうか、へえ。あともう一つ、今まで恥ずかしいからね、なんか一生懸命ね、この風景のここを撮りたいな、このここを写したいけど、これをじゃあどうやって撮ろうかって時に、このほら構図をどういう風にそれこそ切り取るかとか、絞りとかシャッタースピードとかどうしようかとか、ピントを どこら辺まで合わせようかとか、こうやって今までそんなやったことなかったからやってみたら、あのでもやっぱ恥ずかしいんですよ写真撮るとか。一番何が苦手って、その写真撮る時にこういろいろこう頑張ってる感じが恥ずかしくて、でそうやってマニュアル操作でね、いろいろどうやって撮ろうかなとか思って、こうやって構えてずっとやってるじゃないですか、その辺で。そうするとやっぱ恥ずかしいから、最後までよしこれだ、よしこれで撮ろうとか思わない段階で撮っちゃうんですよ。もう恥ずかしいから、もうずっとここでこうやってやってるの恥ずかしいから、もうこれでいいやとか思って適当にやっぱ押しちゃうんですね。そうすると適当に映るんだなって、皆さんご存知かもしれないんですけど、まあいいやって思って押したら写真はもういいやって感じの写真でしか撮れないんですよね。へえと思って、オートだとそういうこともないけど、マニュアルだとそうっていうか、特にフィルムカメラだとどうやって撮れてるか後になってたら分かんないから、そのお土産感があって面白いっていうのもあるんですけど、後になってたら分かんないからば、そうもういいやって思ってその時撮った写真が後になってそれを突きつけられるっていうか、ほらお前もういいやと思って押しただろ、だからもういいやって感じで写ってる写真だよっていうのが後になって返ってくるんですよね。それがデジタルだったら撮った瞬間に変な写りだったらもう一回撮り直せばいいじゃないですか。でフィルムだとどういう風に写ってるかあんま分かんないんで、俺の腕だと想像がつかないんで、適当に撮ったやつが適当になってだろうって感じで跳ね返ってくるんで、あ、やっとそこで知った、最近気づきましたね。かといって真面目に撮っても綺麗に撮れないんですけど、それはまた別問題なんだけど、少なくとも適当にやったら思いっきり適当に映って帰ってくる、鏡のように跳ね返ってくるのが面白いというか、納得したっていうか、なるほどって思いました。みんな多分知ってると思うんですが、写真好きな人は、私カメラ持ったことなかったんで、またまたやつ初めて気づきました、ね、今でも確かに適当に撮ったわって。でそれに気づかされた瞬間に面白いっていうか、なるほどってなって、じゃあ適当に撮んなかったらちゃんとして撮れるのかもと思って撮っても、まあ、まあ今の技術も知識もないので手探り状態で撮れないんですけど、でもそれが分かったからちょっと面白くなったっていうのがある。フィルムの写真高いって言われるんですけど、デジカメ持ったことないんで、フィルムが高いって言ったら、まあインスタントカメラと同じくらいかなみたいな、イソ釣りと比べたらイソ釣りの方が高いだろうって感じですね。こうか、バイクはこっち、中野けやき通り、なんだっけ、中野区立中野けやき通り自転車駐車場ですね。大型バイクも止めてよしと、原付から大型まで止めていいってことです。1時間いくらじゃなくて1日何時間までか、1日が何時までか分かんないですけど、1日300円みたいです。だからじっくり観光するんだったらいいかもしれないですね。他に
ブロードウェイ行ってきました。で、なんかストラップ持ってないんで、いつも手ぶらでこう持ってるんですよ。でそれが割としんどい時があるんで、ポケットに入んないし、ストラップとしてさえ使えればいいやと思ったんで、ジャンクコーナーで普通に買いました。多分これレリーズってやつだと多分使えると思うんだけどな。シルバーの方が200円だったんですけど、こっちゴールドでかっこよかったんで300円の方にしました。使えるか分かんないですけど、マミヤの RB のキャップを探してあったんですけど、多分レンズとかボディのサイズじゃないだろうなっていうのがあったんですよ、300円で。でそれがハマン、どう見てもサイズ違うだろうと思ったんで、それをやめました。でよくわかんない無名の100円のそれっぽい大きさの、とりあえず買ってみました。入るかなこれ、ちょっとやってみます。今こうやってむき出しなんですよ。お、痛い痛い、やっぱり行ったんじゃないのこれ。あ、痛い痛い痛い、やったゴフなんですけど、いや、かぶってりゃいいでしょ。やったぜ、やった。いや、カメラ持ってたんで試してもよかったんですけど、やっぱ恥ずかしかった。入んないです。でもこれはもうジャンクとして買ったんで返品できないんで、本当はもっとでかいのが欲しかったんだけど、絶対持ち込む大変だろうっていうので、プラスちょっとお金がしんどかったレベルでした。思いがけずちょっとした絵を買っちゃったんで、絵はね見せないですけど、すごい本格的な絵ってわけじゃないですけど、なんかこうスケッチみたいな、ドローイングっていうのかな、わかんないですけど、それがねそんな高くなくてあったんで、まあ額とか込みでね、額は多分100均だと思うけど、額もそのまんまで買えたんで買っちゃいましたからね。いや、中野ブロードウェイ面白かったっすね。やっぱり前はあの意気に話した通り、あの自分の全てを殺して生きてた時代があったんでちょっと一つのことをサポートするのに集中してたっていうか、下手になんかちょっとダメだったんですよ。まあとにかくそういう時期があったんで、一緒にいた連れにね、見たくないものはなるべく見ないにしようねって言わないけど、見たくないものを目に入れさせないように、見て楽しいものだけ目に入れさせるようにこうやることに集中してたんで、下手に自分が興味ある店に例えば入ってみて、その人が嫌な気分になったら嫌じゃないですか。だからわけわかんないと思いますけど、だからそういう時期だったんでね、全然面白くなかったんですけど、今はそういうのない。それがもうそういう風にしなくても良くなったから、もうそれで長年生きてきたんで癖がついちゃって、それあまり関心が向かなかったんですけど、最近やっとちょっとずつね趣味を設けるようになってきて、もういいかって。でも今そういうのがなくて、別に楽しめる環境なんで、見てみたら面白かったっすね。あとアンティークみたいなお店もあったり、あとドール、西洋アンティークドールみたいなお店とか、ドレス、そういうののドレスとかね、マミタスってあのショコタンのお店もありましたし、あとマンだらけもね、そこら中にマンだらけだらけでしたね。いろんなマンだらけがありました、いろんなジャンルの。思った以上にいろんなお店がありましたね。洋服屋さんもあったり、あと地下がね、あの8段重ねのソフトクリームが有名らしくて、インスタ映えみたいな感じでみんな若い女の子が写真撮って食いまくってました。で、片や立ち食いの安いそばとうどんがあって、そのインスタ映えでみんなソフトクリーム、レインボーのソフトクリーム食ってる女の子のすぐ隣がうどんとそば屋で、立ち食いの野郎がみんなそばすってみたいな、うどんと異様な光景でした。やっぱ中野ブロードウェイはカオスですね。これ以上見たら辛いだけだなと思って出てきましたここ行くのかよ、正月パン。なんかすごい、あのお店構えすごく良くない？だから中野、今うまいこと思いついた。だから中野ブロードウェイもそうかもしれないです。前は自分のそういう好みとかを一切押し殺して生きてた時期に行ったんで、それは面白くないですよね。だけど今は一つこういうお店行ってみたいところがあって、安く買えたら最高じゃん、安く買えなくても他にも面白そうなお店あるじゃんと思って自由に行ってるわけだから、それは今日来てみたら面白いわけですよね。なんでもそうだな、やっぱ楽しんでると楽しいんだよな。楽しみだなと思ってたらやっぱ楽しいんだろうな、きっと。当たり前のこと言ってますけど
当たり前のこと言ってるけど、でもやっぱこう楽しそうな人を見るの楽しいじゃないですか。もちろん辛いこともたくさんあるだろうけど、 SNS とかでね、幸せアピールはまたちょっと違うんですけど、なんかすごく楽しそうにしてて SNS 自体は楽しんでるんだろうなっていうのが分かる人、楽しかったと思ってるのが写真に現れてるんですよね。そういうの何人か本当なんてことない写真見るのがすごい好きですね。全然知らない人だけど、最近ちょっと額に入れて いろんな額に入れていろいろ飾るのがブームなの、俺の中でブームが来てるんで、ちょっと他の絵とのバランスどうなるか、ポスターとか切り抜きとか飾ってるんで楽しみです。中野ブロードウェイ、機会があったらお金いっぱい持って行ってきてください。レリーズいらねえな。誰か400円で買わないですか。